さまこんにちは、北原理恵です。今日はですね、大好きな番組バチェロレッテジャパンシーズン2に参加する男性メンバー一人一人をですね、勝手に私がチェックしてバチェロレッテの展開予想を今日はしていこうかなと思います。ちなみに今回ね、尾崎美紀さんっていう方がバチェロレッテとして登場するんですけれども、めちゃくちゃ可愛いですよね。結構前回のバチェロレッテはやっぱ萌子さんが男前すぎて、男性メンバーが萌子さんになんか成長させてもらったみたいな感じの印象を結構視聴者的には受けたので、今回はなんかバチェロレッテである尾崎さんがなんかこう女性らしく甘えたりするような場面とかもなんかたくさん見れたら面白いなっていうふうに私は思っております。それではちょっと早速一人ずつ見ていきたいと思います。長谷川健一さんから見ていきますね。バスケットボール選手だって。190センチあるんだ。なんかアスリートっぽくない落ち着きがあるけど、なんかこの番組恋愛リハビリ中の人多くないですか？なんかでも190センチあるのは大きいかもな。尾崎さんがどうやら170センチくらいあるみたいなので、ちょっとやっぱりもしかしたら自分より身長高い人がいい、まあそんなタイプじゃないと思うんですけれどもっていう可能性もありますからね。出た。いや結構実はこの中道さんは話題になってません？甘えとプロテインでできている男。あーでもかっこいいかも確かに。いやでもさ、やっぱさ、私思うんだけど、尾崎さんとかもすごく多分ご自身がしっかりしてらっしゃるから年下可愛いって思うんじゃないかなと思うんですけど、しかも28くらいってなんか結構ようやく年下がありになってくる年齢というか、今まで上が好きだった人も下いいかもみたいな思い始める年齢だと思うから、インタビューで喋ってる時のなんか一生懸命な感じ可愛いんだけど。飲食店、ここまで3人とも結構男らしさというか男らしさ売りの感じだな。これほんと独断と偏見ですよ。遊んできてる気がするぞ。やば、2年間で40人くらいに告白されてるんですけど。いやでもかっこいいですね。なんていうか男性から好かれそうな感じ。この2ブロックはイケてる証だわ。いいですね。あの結構残りそうな気がする。小出さんはなんか落とす理由がないような気がするな。田村さん、あでもなんか起業家さん同士話が合いそうですね。でもなんかどっかで見抜かれそう。なんかわかります、なんかどこかでやっぱ尾崎さんの方が年は下かもしれないけど一枚上手な感じがしてどこかで気づくと思います。うさんくささに、なんて言うんだろう、ちょっと薄いかもなって気づかれる気がする。安心感ぬいぐるみ級の男、ジェイデン・トア・マクスウェルさんです。あ、かわいい。あ、ラグビー選手なんだ。わあ、ちょっと待って、私多分なんだかんだでジェイデンさん好きになってジェイデンさん帰るときめっちゃ泣くと思う。あーこれはもう私絶対泣くわ。ジェイデン帰るときもう爆泣きだわ。あーあーはい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 、佐藤俊さん嫌いじゃない、この撫で肩感嫌いじゃない。あーうちカメラ覗く男嫌いじゃない顔の系統も嫌いじゃない、まあ、独特なあだ名つけられるのは嫌です。上大輔さん、北村幸也さんに似てる。なんかこの手の人って前回も多分いたと思うんですけど、実は結婚しててみたいな。うち安倍さんもしかしたらその可能性あるんじゃないかなって思っちゃうな。限り散らかってる男、劇団員さんか。でもねこれ前回のバチェロレッテにもいたんですよ、あの役者さんが。やっぱ結構早々にね帰られていらっしゃったので、これもしかしたら早いかもですね平山大さん、タクシードライバーさんなんだ。何言ってるのこの人。なんか好きな異性いっぱいいるタイプなんですって。難しいなこの人。誠意がない人は結構早々と落とされちゃうような気がするから、ちょっと平山さんはなんか平山さんの本当にいいところを我々視聴者が見つけられる前にいなくなっちゃいそう。出ました、人生マーケティングタイプ。
わあめっちゃナウい仕事してるな。でもなんか今までモテてきた人ってガツガツ来る人よりも意外となんか謙虚な姿勢を見せる人に惹かれる傾向にあると思うので、実はこういう謙虚さあふれる加藤くんみたいな年下の男の子とかの方がなんか尾崎さん側からなんかこう助けてあげそう。早瀬さん、英語とタイ語とヒンディー語喋れる、すごい。いやあのね、バチェラーもバチロレッテもなんですけど、これそのバチロレッテ自身もすごい人だけど、それを取り巻く周りもすごい人なんですよね。あでも喋ってる時の笑顔は素敵かも。うわ難しいな。小山龍之介さん、元デザイナーだ。このデザイナー同士で争いが起きるんじゃない？読めない、読めないよ。横山さんどうだろうな。でもちょっと優しそうすぎるかも。なんか横山さんは優しい雰囲気をまといすぎてあんまり残れないような気がする。川西光大さん、若22歳だって。大学生でアプリ事業運営してるの、すごっ。なんかすごいジャルジャルすぎない？ジャルジャルさんすぎるわ。まあでもちょっと若すぎるから最終的には選ばれないと思うけど、なんかこの光大くんを尾崎さんが成長させてお別れをしそう。なんかあのバラ渡さなかったけどちょっと来てみたいな感じであの最後呼んで本当にありがとうみたいな、でもまだ若いからさみたいな、いっぱいいろんな経験した方が光大くんのためになるし、ありがとうございましたって言ってお別れするパターン。沢井和樹くん、25歳若い。あーかわいい。待って、2メートルある身長たっかー。今までお付き合いした方一人なんだって、かわいい。うん、いい子そうやわ。沢井くん、これあの男性メンバーからモテそう。男性メンバー同士が仲良くなるために本当必要な男の子だと思う。だから沢井くんが落ちちゃった時に周りがまた会おうねみたいな感じで涙の別れがあるパターン。続いて山崎レオくん、全然読めてない漢字は山部レオンさんでした。わー出ました、基本モテる人。あーこの仕草ね。あーこの山部さんのいいところは、自分はモテてきたけど決して顔で勝ち上がってきたわけじゃないっていうところをしっかりと理解しているところな気がする。だからイケメンにビビってるところはちょっとなんかいいな。画家は一途な画家だって。一途な画家はいいぞ。難しい。もう私今尾崎さんの気持ちだもん。今このたった2時間カクテルパーティーで喋っただけで落とすなんてできないよ。佐藤マクファーレン勇気さん、でもなんか整った顔立ち、しかもプロバスケ、バスケかぶりしてる。しかもめっちゃ正反対じゃないですか、あの1人目のバスケの選手の方と正反対。これはやばいよ、バスケ2人もいらないってなる可能性あるよ。わあでも私バスケ選手権やったら1人目の方の方が好きかも。いいですか、ちょっとこれ私が展開予想して。でもいいところまで残るんじゃなかろうかと思うのは陽キャの沢井くんと、まあまあ中道くん、飲食店経営してる小出さんと、あとやっぱジェイデン、結構私ジェイデン推しですね。なんか最初だから印象強いのかなって思ったけど、やっぱりその辺の方たちはね印象残ってるかな。うち結構今いい線いった気がする。あでもね、私田村さんも結構残ると思う。マジで読めないのが美容師兼画家のミルマチさんと一番最初の長谷川さん、この2人はちょっとお互いふんわり積極性がなさすぎてマジどういう感じに動きになるか読めない。これだけのデータで私が最後の一人になる人をちょっと今日はズバリ予想したいと思います。でまずファーストインプレッションローズを受け取るのはじゃん、横山龍之介さんです。これなぜかと言いますと、最初の自己紹介のところで自分で作ってきた何かをプレゼントします。プレゼントしてファーストインプレッションローズをもらいます。実はね高橋くんと迷いました。いろいろ過去のやつ全部見てきて、最初に何をしたらバチロレッテさんの印象に残るのかっていうのを研究してきてたから、一番印象に残ったよって言って渡すってのもあるなって思ったんですけど、私の中ではどっちかだと思います。他
回私北原理恵が選ぶバチロレッテジャパンシーズン2最後の一人は長谷川健一さんです。一人目に見たバスケットボールの選手35歳の方なんですけれども、やっぱ圧倒的に優しそうだったんですよね。ちゃんと長谷川さんが早々と尾崎さんに絡めたら勝率はすごい上がると思うんですけれども、ちょっと怖いのはなかなか積極的にいけなくて尾崎さんに知ってもらう前にいなくなっちゃう可能性はちょっとあるなとは思ったんですけれども、なんか応援したいっていう気持ちも込めて長谷川さんを私は推していこうと思います。今回全員のプロフィールを見てみて、かなりバチロレッテシーズン2が楽しみになりました。またもうちょっと進んだら大予想大会やるかもしれないんで、その日に会えるのを楽しみにしています。皆様一緒にバチロレッテジャパンシーズン2楽しみましょうね。以上北原理恵でした。